やっほー、元気です。じゃあご飯を食べますいや違う、なんかさ、あの仕事終わりのご飯って美味しいよねっていう放送やねんな、いつも。今日声が反響している。あー最悪、泣いた。あの見えないご飯食べてるから、みんなから何食べてるか当てて、何食べてるか当てて。タピオカもあるけど、何食べてるか当てて。何か言うんやろこれ、同じこと。何を食べているでしょうか。合宿おかえりとか、いらっしゃい。麺類、麺類、麺類。マックの冷やし中華、あ、冷やし中、マックの冷やし中華っておかしいな。焼きそば、冷麺、冷麺めっちゃ好き。ラーメン、まあラーメン、カップ麺ではあるかな。でもラーメンじゃないねん。当てて。っていうか会社名から全部当てて。UFO、ラオウ、赤いキツネ、シーフード、油そば、なんと思う。会社名から、あ、でもね、正解出てるわ。みんなでコメントで相談して。何か日清です、日清。何か自分のこのコメントで相談して。そう、日清の何か。何でしょうみんなで答えをこう相談して決めて。何でしょうみんながすごいよ名探偵スポンコツ信者が出てる。何でしょう。あ、でもね、スーパーカップじゃないんだな。まあでもね、正解出てるな。出てます、出てます、正解。正解言ってほしい。名探偵ポンコツ信者さんの相違は、相違は何。そう、これは魔法で何も、ね、じゃあ最後の究極のヒント言おうか。じゃあ究極のヒントはうどんでやんすうどんです。絶対わかると思う。みんなの相違は、お、じゃあ皆さんの相違はそれでいいですか。うどんの方、そばの方、どっち、うどん、そば、どっち、どっちでしょう。どっちでしょう。お、正解はどん兵衛、きつねうどんです。イエーイ。そう、きつねうどんですよ。ようわかったな。めっちゃするやん。そう、テーブルが低くて今日ちょっとね、バキあってね、段ボールをね重ねた机で食べてるよ。みんなには見えないだろうけどナイスパ、ナイセン、なんやったっけ。なんかこの間ね、練習した、それ。ウサギがキツネ食べるとか言わんといてなんかさ、
ロシアのさキャラクターとかが可愛いなって思って見てた。この間今食べてるのは日清どん兵衛きつねうどんです。ね、これうるさくない？ね、これさマイク近すぎてうるさくない？うるさいよね。同じの食べてる？同じの食べてんやったら、え、てかみんなここにいる人同じの食べて。いい感じの飯テロ。むちゃな。今うどんない。みんな日清のどん兵衛はさ、あれやで、ずっと置いとかなあかん家に。UFO おいしいな。また買ってくる。ははは。ポンコツ神社の大好きなどん兵衛。関西風の方？関西風っていうか京都ですね。でもあれやで、あのそばも好きやで。天ぷらそば、天ぷらそばのさサクサク感がたまらんな。UFO よりペヤング派。そう、関西と関東で味ちゃうねん。ありがとう、きつねうどん代です。ありがとう。高くね？今日ね、ちょっとさ、すんごい話する。みんな想像してな。神様、今日はビビンバを食べたかってん。だから放送の前にビビンバ食べに行こうかなって思ったの。やめた。そう、でもやめた。1400円もしたからやめた。ユッケビビンバ高い、ほんとね。ちょっと高くてさ、ユッケ乗るだけでそんな変わると思ってさ。あ、いった！やん、GU の T シャツがーって。もう私の今足元に置いてるさ、いろんなカバンとかにもぐっちゃぐちゃになったわ。これは315円均一ショップだから大丈夫。もうやばい。もうせっかく今日315円均一ショップのカバー持ってきたのに。聞こえる？このシャバシャバ音。みんなには見えない。315円均一ショップ知ってる？どうしよう、315円とか GU とか本当に貧乏だと思われそう。すんごい貧乏やと思われそう。どうしよう。そう、 GU にも和服があるの。なんならこの下は GU 全部、インナーから何から何まで。ねえ知ってる？ GU のインナーってすごいいいよ。いや本当に、ちょっと聞いてみんな、ちょっと話をしよう。あのね、 GU のインナーめっちゃいいからみんな聞いてよ。 GU のインナー超いい。え、マジでめっちゃいい。あのね、なんていうのかな、 GU っていいよね、めっちゃ。ユニクロ、じゃユニクロより GU の方がちょっと価格抑えられてるもん。わかる？いや、GU の手間じゃないんやけど。いや、ほんまに聞いて。生地ペラペラではないよ、全然。どんなインナー着てんの？そんな分厚いインナーいる？だぜ、あるある、全然あるよ。うん、なんかGU って安いし、そのさ、意外とさ、下に着るそのキャミソールであったりって1年経つとさ、しなしなになるのさ。だからどっちみちさ、変えなきゃいけなくなったりするんだけど、 GU ってとっても安いから、まあ変えても全然嫌な気持ちにならないし、なんなら T シャツが今ね790円で売ってるから。みんなちょっとユニクロもいいと思う。でもすごくいいから、なんならはびっくりした最近。 GU とかユニクロとか、まあ結構その安いショップって今全部自動レジ。最近スーパーまでも自動レジ。やめてほしいねん、自動レジ難しいねん。おばあちゃんはもうね、あの自動レジなのに自動じゃないの。もう人に聞かへんとわからないの。わかる？この気持ち。わかんないか。え、そう、本当におばあちゃんのわかんないの。
本当に。だから結局呼ばなくちゃいけないのよ人をね。だからちょっとすいませんって、どうやって使うんですかこれっていう風に聞かなきゃいけないわけよ。わかるこの気持ち。本当に二度手間やねうちからしたら。これは多分若い子たちにはすごくいいと思うの。若みってなんやあゆみみたいな若みな感じのみんなはすごいねいいと思うね。ピッてやるだけやし自動レジね。でももうねすごい難しいの。何よバーコードリーダーって誰どこのリーダーよと思うし。わかるわかるよな。もうこの気持ちはもうこの年老いたうちらにしか分からへん。え、みんなが年老いてるかは知らんけど、ちょっと食べてもいい？ほんとにね、難しい。これは都会にだけ導入してほしい。ほんとにやめてよって感じ。伸びる前に、そうなんだよ、のび太くん。のび太くん、いろんな話言ってたらなんか麺伸びて量が増えた。いつまで経っても完食できません。え、本当にね、本当にね、GU は神なんだ、神なんだ。本当に素晴らしいからGU のサンダルとか超いいよ。みんな男の人もすごいいいと思う。10分ロンベイか、うちらもやろうかな。そう GU 切るよ。あれかみんなスピンズとか買うてんのかスピンズ京都に本店あるからみんなおすすめよ。スピンズはね、京都に本社があってね、すごくおすすめよ。ユニクロか GU。 GU とコラボしたい。琴音のインナー GU です言うて。島村か、島村はね意外となくない？島村ってさ、都心にしかないの？島村見たことないうちあんまり。え、京都ってどこに島村ある？そもそも京都って島村どこにあるっけ？烏丸とかある？河原町とか。アワンティか、昔はなかったアバンティに。西松屋はめっちゃ、でも西松屋でうち買う服なくない？え、私何歳？待って、西松屋え、待って、西松屋はね、うちあかんで着る服ないよ。3歳児いやね、西松屋のね、場所聞か言われてもね、わからんから島村のキッズコーナーアベイル？なんかアベイルって超なんかおしゃんなんやろ？聞いたことあるで、それ私さ500歳なんだけど、これ以上年取りたくないから、どこのタイミングで500と1歳にすればいいかわからないんだよねどうしよう、みんなで決める？どのタイミングで500と1年とか500と2年って名乗ればいいかな。どうしますあれにしよっか。4月27日が V1 年目じゃん。自分の誕生日わかんないから、500足す1にしていこうか。今年はやめて、501歳とか言うのやめてな。そういうのってババア傷つく、割と1歳ででかいから。だから4月27日で500歳と1年っていうことにしよう。約ってつけて、約、およそ500と1歳、そう多分ってつけて、ゴッドの日、めんどくさい
4月だってその方が誕生日プレゼント、まあ誕生日じゃないけどおめでとうの日だから永遠の500歳にしときたい。だから死者、あ、死者誤入で500歳にしよう。そうしよう。100の位で割っていく。うん、99歳になったら100になるっていうことにしようか。琴音は何年やるつもりなの？うん、この文化が廃れるまでじゃない？この文化が廃れるまでだね。初めて生放送来れました、イエーイ。いや、永遠の500歳、まあ、約500歳にして。じゃあみんなこれから、あのみんなポンコツ信者の皆さんはこれからあれよ、何歳ですか琴音さんってって聞かれたらちゃんと答えてな。約500歳ですって。約、絶対約つけてや、約束して。絶対約つけて、本当に約つけないと怒る。一応ツイートしとこ。やってるな、ゲリラって書いたからさ、豪雨と間違われてる、やだね。約500歳。まあこれ今ちょっと携帯電話にどん兵衛のね汁が飛んで吹いてるちょっと、ね、動きがね伝えないですけど、今ちょっとどん兵衛をねちょっと吹いてますので、お疲れ様です。お疲れ様です。はいね、よろしく。約だからね。なんかさ、約って大事やから、みんな本当に。約10歳とさ約20歳だいぶちゃうやん。何言ってるか全然わかんないけど、ま、約500歳。子供なんて産まないよ、私は神だから。約みつる、それ違うな。ダンボールは佐川って書いてる。あ、めっちゃ面白いこと言おうか。そう、これ言っても怒られへんから言うけど、ダンボールはサウンドハウスですね。サウンドハウスっていうマイクとかをね購入してるでかいなこれでかいなこのやつ。何買うたんし、何買うたんし。サウンドハウスさんですね。そう、サウンドハウスの機材はね素晴らしいよ本当に。いや別にこれはね、あの媚びを売るわけではないし、企業案件くれって言ってるわけじゃないんだけど、じゃないんだけど、ないんだけど、ないんだけど、ないんだけどないんだけど、すごくいいよね。あの発想も早いし、そう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 。絶対分からへんよな、サウンドハウスって言っても多分。そう、みんなみんな言おう。はい、サウンドハウスは素晴らしい。セイ、サウンドハウスは素晴らしい。100人乗ってもせーの大丈夫言うて。オッケーオッケーオッケー。そうそう、素晴らしいね。頑張ろうみんな、ファイトだよって。すっごい宗教みたいになってる。すごいコメントの宗教感すごくない？今日のまとめ、GU とサウンドハウスは素晴らしい。いや本当に。あ、でもちょっといいですか、女の子いる今。女の子、若気の、若気のいたりじゃないわ若気ってる、若気ってなんだよ。あ、お賽銭ありがとうみんな。てかめっちゃお賽銭くれるやん。あの若い女の子います？割とお年頃な、いる？女子です。まあ、あやかちゃん、名前かちゃん女子やな。若気ってるわけじゃない、若気ってるやつ。あのね、最近安い通販サイトをよく見るんだけど、あのね、可愛い女の子だと、あのね、通販でお洋服買っても最近はね、割とね、外れがない。なんか、巷の女子ってさ、パリピーな女子たちってさ、スナイデルとかさ、ジュッティとかさ、なんかすごいさ、わかる？まあ、リズリサであれさ、なんかそういう可愛いお洋服を着るわけだよ。すごい可愛らしいね、 TT&CO とかブランドの可愛らしいお洋服に身を包んでいらっしゃるの。でもね、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 そんなね可愛いお洋服ね、私着れない、買えないっていう人は通販とてもいいと思う。結構 YouTuber さんとかも紹介してるけど、 D ホリックとかゴゴシングとか
ホッピンとかそこら辺ちょっとね安くておすすめだから、可愛い女の子は GU とともにちょっとチェックするといいかもしれない。そう、あ、でも一つだけコトネアドバイスは、お靴はあのね、ちゃん自分で試着して買った方がいいよ。メルカリはあのすごくいいと思うのね。私もメルカリ使ったことはあるのよ。神様なんだけどね。そうなんだけど、やっぱメルカリは当たり外れ割とでかいよ本当に。写真とね違う、実物が割とうん、やっぱね結構ね本当に写真って漏れるからちょっとね結構ね闇なく時もある。そうそうそう、なんかねそれをやっぱ見るとやっぱショップとかやとクレームになるから、写真と違うとねクレームになるのよ。だからあんまりそこまで差異があるところって、まあ口コミ見たらわかるし、いいの悪いのってあるねんけど、まあね、そういうやっぱりそのなんていうの、フリーマーケットアプリはやっぱり当たり外れは大きいから気をつけた方がいい。あの別にこれって女の子の洋服、男の子の洋服だけじゃなくて、あれよ、あの遊戯王カードとかもそうなんやけど、いやこれ本当にポケカとか遊戯王カードとか、ごめんね急にオタの話が出てくるねんけど、サイリウムとかさ、あの写真集とか、あの全然汚れてないですよって書いてて届いたらめっちゃ汚れとるやんけーってのがめっちゃあるそうそう、なんかそれもなんかパックでさ、なんか有料パックみたいな、いいカードと悪いカード入ってますよみたいなパック買ったら、え、悪いカードしか入ってへんやんけーとかもある、やっぱり。そうだから、そう割と気をつけた方がいいと思う。そう、あのね本当にね気をつけた方がいいよね。あとなんかそう、お洋服とかタバコの匂いがあったりとかする。そうなの、なんかねそういうのが多いから気をつけた方がいい。別にポケモンカードとかだけじゃなくて、おしゃれ魔女ラブ&ベリーとかも、そうめっちゃ古いなうち記憶がそう、おしゃれ魔女ラブ&ベリーとか虫キングとかもめっちゃ古くないうち、大丈夫かな、知ってる虫キングどうしよう、知らんみんな、虫キングこうやるやつ知ってる、こうやるやつよ、こうやってめっちゃ並んでこうやるやつよ。そう虫キングとか、そうなんかね、そう、え、ラブ&ベリーって本当にあるし、虫キングもあるしな、なんかこうやって踊ってるもん。そう、あとキラリンレボリューションのなんか服集めるやつ、そうそうそう、ああいうやつとか、そう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 、キラレボとかわかる？キラレボわかる？みんな、キラリンレボリューションあれ、うん、恐竜奇想、にゃんかねとかいっぱいあったよね。そうそうそう、見るもでっぽん、そう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 、ああいうカードもねやっぱりね危ない。そう、バラライカバラライカバラライラカイカイコの思いは止められない。バラライカ懐かしいよな。なんか私がやるとさ、盆踊りみたいなのなんでなんかしらね、ドッドドッドッ盆踊りになっちゃう、もうあかんわ、もうダメですね、もうあかんわ。なんかね歌ってみたけど、バラライカ、バラライカだってそれこそさ、イサジさんのになっちゃうやんかいやいや、ちょっバラライカ、なんかこういうのするとさ、トリックのさ、亀島か、亀島か分かる、トリック見てる人いるかな、亀山かか、なんたらのトゥン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 ってやってた亀山かに見えちゃう。分からんよなこれ、古いわ多分、あかん、古いわ、ネタが古いわ、絶対分からんと思うこれな、絶対分からんと思うわ。トリック映画しか見てないわ。言葉にならない夜はなんだっけ、ダララララオザにたられ錆びついた、なんだっけこの曲、トリックか、トリックやな。今日ポケモン GO しててんでさ、あの新、あのなんでどん、コラッタかな、進化系じゃないわ、コラッタあったかな、なんかの色違いポケモン見つけたの。その時思った、もしかしたらさ、まあ
アルビノじゃないけどさ、私たちがさ知らないだけでさ、もっといろんな色のさ生物がいるかもしれないと思ってって考えたらさ嬉しいよね。なんか ありがとうスーパーチャット、こんな私のよくわからない授業に付き合ってくれてありがとう。そうなんかさ、そういえばさ、なんかこの間さ、なんかちょっと動画を漁ってた時にさ見たんだけどさ、あれなんだってね、その理屈の上ではね、理屈の上ではタイムマシンって作れるんだったね一応。ただ過去に戻るタイムマシンはできないらしいね。ただ単に未来に行くタイムマシンっていうのは理屈上は作れるけど過去は無理って聞いた。なんかそれ考えるとさ、そんじゃね、ただ年取らずに未来行けちゃうだけやんな。そう、なんかアクセラレーターやん、一方通行泣いたわ泣いたわそう、なんかそれを考えるとさ、やっぱり今を生きてたいじゃない。今がいいよねやっぱり。やっぱさ Now だよ、 Now、 Now って大事だよなって思った。思わん？泣いたわマジで。やっぱりね、今を大切に生きましょう私たち。どうしよう、宗教みたいになってるでもね、星が瞬くって素晴らしいの。星が瞬くこんな夜に願い込めて一つ、これ歌いたいこれ歌いたい、これあげるこれあげるとか言って、そうなのよね。この曲好き。ビリータラタラタラ。あ、ね、そういえばさ、今週の金曜日に動画上がるよね。そう、動画上がるよ。今週金曜日は、なんとオリジナル曲第2弾が上がるのです。よろしくお願いします。ケムさん、堀江翔太さんかける私でございます。お願いしますね。なんか、素晴らしいから見てほしい。うん、よろしくね。そう、よろしく。すんばらしいから見てほしい。会議とかよりうちでしょ。彼女みたいなこと言ってまたな今よろしくお願いします。あれプレミアム配信する、なんだっけ、なんていうの、プレコ、プレミマム、なんて、プレミマム、プレミアム、プレミアム協会、なんて、予約、プレミア公開プレミアだし、プレミアムじゃないって、プレミア公開だし、プレミア公開する。みんなちゃうやんけみんなプレミアム、プレミアム、プレミアじゃんみんな間違うとるやんけ。プレミア公開、みんな聞いて、プレミア公開、うん、プレミアムが公開します、よろしくね。まあ、名前は出さへんねんけど、縁を切れる神社があるんですよ。嫌な人との縁とか、例えばまあまあいろいろあるんですけど、なんかそこ行くとね、結構ね、いろんなもの背負っちゃう人もいるって聞くから、あんま行かん方がいいかもな。なんかあれなんよね、結構そう、コンビラグなんやけど、結構私行ってやられた人なの、心的な意味で。結構やられて、そっからすごい良くないこといっぱい起きたから、個人的にはおすすめしない。本当にどうしても無理と思ったら行けばいいけど、マジでね、自分がその負を背負っちゃったりもする場所やから、あんまりほんまにどうしてもって思わんときは行かない方がいいって私は言ってる。本当にやばくて、ちょっとお言葉では表せないんだけどね、縁の切る絵馬があるんですよ、絵馬がね。そこに書いてあるのが、旦那が不倫相手と別れますようにとか、旦那の不倫相手が交通事故でうたらかわったらしますようにとか、自分の上司がもう天に召されますようにとか、まあそう、綺麗な言葉で言うとですけどね、まあ、そういうことがドゥワーって書いてあるのよ。まあ、あとは病気が治りますようにって書いてたり、自分の悪い運がうんたらみたいな。うちが行った時はこう自分についてる悪縁が切れますようにって書いてんけど、なんかね、そこからうちめちゃめちゃなんか気分悪なって、ほんまになんかそっからちょっと良くないこと続いたから、やっぱね、あんまり
ちょっとそこまであのもう切羽詰まってないわっていう人は行かん方がいいかもしれん。あんまりいい空気ではない、本当に。別に私はその霊能力者とかじゃないからあれですけど、そう、なんか心的な意味でも健康を害すなって思った。うん、そう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 、ことにも切りたいんありますよ、めんどくさいやつとかありますよ。そう、人を呪わば穴二つだけ、呪ってへんのに呪われとるけな、うち。あんまいかん方がいいと思う、うん、でも本当に、なんだろう、三峯神社はね、素晴らしいと思う。心が元気になる、綺麗だし、すごい空気も澄んでるし、なんか自分が綺麗になった気がする感じだね。うん、お前ら行くなでしょうか。やっぱり結構やっぱやばいん、そしたら。あそこってで、私、自分が行った中で自分は霊感がないのに、入った瞬間にここやっべって思ったとこね。そこがコンピラグなんですけど、ほんまに全くないねん、霊感。神様の霊感ないっておかしいか。まあいいか、そういうことで、うん、そういうことでいいや。霊感はないんだけど、霊感っていうのか、なんていうの、悪を感じ取る力はない。正直私はみんなに幸せを与える方やから、悪を感じ取れないんだよ、基本的には。いいことばっかりを感じ取るんだけど、ほんまにあそこ入った時はやっばって思った。なんかすごい、なんていうのかな、なんかね、負のオーラっていうの、そう、直感、第六感が分からへんけど、なんかこうざわざわってすんねん。そう、なんか生きてる人間が一応それやねん、それそれ、ほんまにそれで、ほんまそれ。私ね、ほんとにその自分の初代のその祠があったところ、自分を祀ってくれてたところが割とちょっと良くないって言われてるところやってん。お化け出るよーみたいな、バーみたいな、やばいよーっていうところの近くやってんけど、そこね、まあ、今はそこから引っ越して、ちょっとはその、まあ、神社自体がもうないからさ、その、まあ、曲がりしてるねんけど、そこが割とね、全然平気やって、全く、そんなん何も感じませんみたいな、もう、ほーみたいな感じやったのに、ほんまコンピラグーだけはマジで、あ、やっべ、あ、やっべ、なんか気持ち悪い、何これみたいな、なんかね、ざわめきを感じたら心がもうざわざわざわわざわわって感じ。もう心がざわわざわわしちゃった、本当に。だから本当にやばいんだと思う。なんかね、本当にわかんないけど、本当にやばかったの。でも本当に今考えただけでドックンドックンしてるもん。ちょっと本当行ってみ、本当に興味本位で行きたいなら行っていいけど、それで幸せじゃなくなってもうちのせいじゃないからね。本当にほんまになんか取りつかれるっていうか、ほんまなんかおったんやと思う。ダメなもの引き連れてきちゃったんだと思う、それ。うん、本当にこれはマジでね、気をつけた方がいいと思う。うん、そう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 、そのコンピラグマジこれ自己責任やから、まあ、ふざけて言っちゃっていう、まあ普通に軽い気持ちでお見舞いするのもいいところなんだよ。別にその縁切りだけが目的じゃないし、安産やらなんやらってあるんやけど、本当にね、結構やばかったな。なんか自分がね、合う合わへんってあるねん、ほんまに。神社に合う合わへん、これは、まあ、神様から言うけど、うち的にね、拝まれてる自分ら、自分ちと合うか合わへんってすごいあんねんか。なんかうち、ごめん、あんたのことはちょっと無理やわって思う人もおんねん。あんたのことはちょっと助けてあげられへんわって思うこともあって、なんかちょっと他のとこ行ってくれへんかなって思うこともあんねんけど、まあ、それと一緒で人間の人たちも合う合わへんってのがあんねん。そのほんまフィーリングの話になっちゃうねんけど、これだからやっぱ性格の合う神様を見つけた方がいいと思う。まあ、自分らとうちは合うてるからここで喋ってんやろうけど、ほんまにね、合わへんとこは行ったあかん。そう、ほんま相性があるねん、ほんまに。これマジやねんな。そうだから、なんかほんま入ってなんか気分悪くなったわとか、なんか変な感じするここって思ったら絶対あかん。そこはマジでこう多分フィーリングの合わへん神様のところになると思う。その神様が悪いとか自分が悪いとかじゃなくて、人間同士もさ、性格合う合わへんあるのと一緒で、マジで合う合わへんあんねん、神と人間も。やっぱりさ、こうね、合う合わへんがあるから。そう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 、だからほんまにね、なんかお参りするときはほんとファーストインプレッション、初め行って気分悪くなったところとかはマジで行ったらあかん。
心霊とかじゃなくてほんま合う合わへんの問題、これに関しては。これマジ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 、ほんまに直感、ほんと一番初めのファーストインプレッションを考えた方がいい。これマジね。そうそうそう、だから気をつけて。まあ、合う合わへんほんまにある。うちは合わへんかった、ほんまに。唯一合わなかった、ほんとに。なんかその悪い意味で良くないものを拾ってきたって感じやった。神田明神は最高。なんかなんかね、神田明神は多分合う合わへんじゃなくて、私の場合は多分勝手に崇拝してるからかな。神フレンドって感じ、あれは。うん、そう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 。だからね、うん、そこはいいと思う。そう、なんか嫌だなって思うときほんまなんかあるから、マジでね。うん、平野正門さんね、お首がピョーイってピョーイ飛んでたね。そうね、そうそう。でもそう、それそう、今さ、渡るさんが書いてるけど、これ忘れてほしくなくて、何かが叶うときは何か対価を支払わなきゃいけないけど、これマジでちゃんと覚えておいた方がいい。その例えば誰かがこうなればいいのにとか、ああなればいいのに、叶うかもしれんけど、何か絶対対価がある 100%。 それはその思った分だけ、その叶った分だけの代償を払わなくちゃいけないから、マジであの世の中ってちゃんとできてんねん、ほんまに。ほんま 100% 本当にそういう風にできてるから、そう本当にね、ちゃんとした方がいいよ。だから汚いことあんまりお願いせん方がいい。あの人どうなればいいのにとか、こうなってしまえとかって思って、それマジで叶った時自分も同じぐらいのもん跳ね返ってくるから 100%。 これ神様が一度伝えとくけど、跳ね返すから、私マジで。なんか叶えてくれって言われて、分かった叶えたるけど、お前もやれよ、バーンってするから。ほんまにこれ神様がチキチキにちょっと教えてんねんから、ちゃんとしてちゃんとして、ほんま。こんな直々に教えることまあないからな、ほんまに。神様が手の内の種明かしするなんてほぼないから、これほんとに。まあそういうことでした。うんうん、そんな感じです。すっごい、どんな話してんのよこれ、思ってたんと違う今日の放送。まあいっか、そんな感じ。まあそんな感じ、まあそんな感じ。うん、終わりじゃあね、バイバーイ、おつおつおつー。You.